はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールですね。アサヒの、ロイヤルピルス です。限定醸造 これどこで買ったんだっけな。わかんねえ、忘れた。確かコンビニだった気がするけど、贅沢なコク、華やかな香り。長期熟成プレミアム。と書いてます。あ、これは麦芽100%ではないですね。スターチとか米とか入ってますね。アルコール度数5.5%です。これいつ買ったんだっけな。結構前に買った気がするけど。結構あるんですよ、俺。買って飲んでないのが。るんで。で、こちら、今日のつまみは、じゃん。しば漬けです。またしてもですね。これ、賞味期限が、1ヶ月、ちょいですね。過ぎてます。買って、食うの忘れて、で、あることに気づいてなくて、そのまま放置してあるパターン。これもよくあるんです、俺は。乾杯。ロイヤルピルス。多分値段がね、プレミアムビールだから、まあ、それなりに高いと思う。あ、美味しい。贅沢なコク、華やかな香りが特徴の長期熟成プレミアム生ビールです。通常の当社ビール商品に比べ1.25倍長い熟成期間をかけることによって、長期熟成法を採用することによって、香味を落ち着かせ、ビール本来が持つ贅沢なコクを引き出しました。また、異なる3種のビターホップ、アロマホップ、ファインアロマホップを採用し、良質の苦味や華やかな香りを実現するために、ホップを煮沸中3回に分けて添加しています。あ、イオングループ限定販売だって。あ、これイオンで買ったんだ、これ。そう、イオンで買ったんです、これ。2013年の4月の23日発売ですね、これね。まあ、限定なんで。数量限定販売です。え、製造工場、福島工場かよ。福島かよ。なんという。まあ、俺は別にどうでもいいんだけど。結構イオンのね、でね、でしか売ってないビールとかありますよね。結構美味しい。ただ、まあ、って感じ。まあ、っていう感じ。プレミアムビールか、これっていう。
ミアムかな。なんだろうこれ。あ、なんかすごい。すごいサイト発見した。ビールの空き缶を、集めてる人がいるらしいですね。ああ。これはすごい。なんかいろいろ集めてるっぽいですね。すごい。まあ、いいか。そうですね。これは一言で言うと、まろやかな感じのビールです。特に目立った苦味もなく、そこまで別に大した香りもしない。感じるのは、ただ、口当たりが柔らかく、まろやかな感じだけかな。特にな。妙っすね。最初うまいとかって言ってたけど、よくよく考えるとこれプレミアムって書いてあるから、一応プレミアムビールなんだろうな、これな。プレミアム感全くないんですけど、まあいいか。まあ普通にまあ美味しい。ぐらいですね。まあ、それ以上これのビールに求めちゃいけない。限定醸造で、まあ、なのは、分かったけど、これを限定醸造にしてなんか意味あるのかなって。まあ、通年販売にしても意味ないんだろうけど、わざわざ、この程度の味わいを、限定にしてなんか楽しいんですかねっていう感じですね。まあ、でも朝日には珍しく口当たりがまろやかなんで、そこまで刺激っていうか、がないんで、まあ逆に言えば全く個性がないといえば、いや、それは個性なのか。まろやかタイプですね。まろやかタイプが好きな人はこれ結構好きなんじゃないかな。まあ朝日といったらやっぱりあれですからね。スーパードライ。まあ、スーパードライシャープ的な感じ。結構シャープな味で。ですけど。まあこっちは、まあ全然、シャープというかマイルド。で、目立った、苦味もなく、
まあ確かになんかアロマっぽい香りはするけど。まあ。まあ少なくともまあ香りはまあ割かし、あるはあるけどね。まあその程度だね。まあでもこれは、一般的な、麦芽 100% のビールでは作れない味ですね。まあそこは、まあ、評価できます。一般的な、まあ一番搾りとか、麦芽 100% ビールですね。大体麦芽 100% っていうのは、大体同じような味がするんですよね。まあ、逆に言うと、まあね。麦芽 100% ってことは、結局材料が同じなんだから、まあ手法、作り方を変えるしか、まあ、手段がないわけですよね。となるとどうしても味が偏っちゃうんですね。だから麦芽 100% ビールっていうのは、わりかし似たような味がするはずです。だから、まあ、こっちは、まあ、そういう意味では個性がある。一番搾りとか飲んでる人に対しては、まあ、個性的な味かもしれないですね。ただ、アサヒで有名なスーパードライ。スーパードライとかを飲んでる人にからすると、ああ、こういう味かって。ああ、まあ、スーパードライもあれ 100% じゃないパターンのビールですからね。だから、まあ似たような味。こっちの似たような味だな、と感じると思います。まあ大体やっぱり、今まで飲んできて、今更ながらそれを思いましたね。日本のビールっていうのは、まあ一般的にまあピルスナタイプのビール、まあしかないんですけど、それでも2種類、ね、麦芽 100% のビール、なのか、もしくは、麦芽 100% ではないビール。この2種類に分類されます。で、俺が飲んできた中でどっちが好きかっていうと、まあ難しいんだよね、これもね。ただ、麦芽 100% ではないビールはね、やっぱり、面白い味にするんだよね。いろいろ。やっぱ変わってくるんだよ。だけど、麦芽 100% のビールは本当に、もう、ほぼ決まったような味しかしない。やっぱ個性があるんだよね。ただし、その分、なんていうかな。飽きてくる。たまに飲むぐらいでいいかなと。もう上飲するんだったら一番搾りとか、ああいう、まあ、飽きの来ない。結構飽き来ないんですよね。100% の麦芽使ってると。飽き来ないんです。まあ、そんな感じです。ちょっと長々とぐだぐだ喋るのもあれなんで。これ四つ星ですね。四つ星。にしてもこの、しば漬け、量多いな。それではご視聴ありがとうございました。